皆さん、こんにちは。司会を務めさせていただきます。国際文化会館常務理事で API プレジデントを拝命いたしました。神保でございます。あの、ロバート・ウォードさんからの基調講演を受けて、 これから2つのセッションに分けてですね、具体的なテーマを論じていきたいと思います。で、このセッション1は、サプライチェーンの強靭化というテーマを扱ってまいります。先ほど、司会から紹介がありました通り、3人の素晴らしいパネリストをお迎えして、議論を深めていきたいと思います。私の左から、中日英国大使館、経済金融参事官のナオミ・デイビスさんですよろししくお願いします。 であのそしてその左が、えー、株式会社フロンテオ代表取締役社長の、えー、森本正弘さんです。よろしくお願いいたします。うん、で最後一番左ですけれども、えー、地形学研究所主任研究員の佐、えー、良さんです。よろしくお願いいたします。うん えーとあのこのサプライチェーンの強靭化というテーマをあの少しこう掘り下げて考えていきたいというふうに思いますあの経済安全保障を推進するにあたってサプライチェーンが健全であるということはあの決定的に重要だというふうに考えておりますで、まあ、こうグローバル経済の中でのこの企業の視点から考えていきますと このいかにこのグローバル市場を使いこなして生産拠点とそしてこの調達先というものをオプティマムな形でこう組み上げてですねでそこにこの付加価値を向上させて ク、えー、クオリティの高いいプロダクトととサービスを生み出していくとこれはあのまさにグローバル経営の革新的なあの要素だというふうに思いますしそこにこのそれぞれの経営者の手腕がまあ問われているというのがこれがグローバリズム時代におけるあのグローバルサプライチェーンの考え方であったというふうにえ思います、まあ、ところが今我々が見ている世界は、まあ、ロシアのウクライナ侵攻によって まあエネルギー,ーおよびさまざまなこの化石燃料のサプライチェーンというものがまあ あのディスラプトされてしまったりアジアを見ましても例えばミャンマーのクーデターが起こるとせっかくいろんな形で数百社あの進出して新しい形でのこの市場の開拓というものを目指していたことがやはり大きなあの影響を受けてしまうとでさらにあの隣の中国を見ましても当然あの米中の対立の中で例えば投資規制とか輸出管理とか機微技術の移転とかそういったもうこう難しい問題を企業自身が判断して 判断してそして政府と協力しながらこう。あの考えていかなければいけないとと,ともに、例えばウイグルの、えー、とか、新疆の人権問題など、まあ、新しいこの人権ファクターさえもがあのサプライチェーンを考える時のまあ、重要なあの問題となってきているということだと思います。まあ、今のがいわゆるこの地、政学的な人為的な問題ということでもあるんです。けれども、実はこの2年間、我々はパンデミックという。 まさにこの自然災害に類するような新しい形でのサプライチェーンの寸断ということも経験したわけであります。そうしたことを考えると安全でグローバル化というものがどちらかというとその国境を越えて活動するこのグローバルな経済のもとで組み上げられてきたサプライチェーンの最適化とは 異なるなんかこうサプライチェーン最適化の定義みたいなものが 今必要とされているんじゃないかということを含めてあのこのサプライチェーンの強靭化という問題を考えていきたいというふうに思っております。であの今日あのお招きした皆さん実はその国も違うし産業セクターという点においてもおそらくこういろんな形でサプライチェーンの考え方があのそれぞれ異なるんだというふうに思います。そういうういい異なるる立場におけるサプライチェーンのの強化というものを対象させて どういうふうに考えていけばいいのかということを、まずあの皆さんに冒頭のご発言、えー、聞いていきたいというふうに思います。でまずあのデービスさん時間からお伺いしたいと思います。で皆さんにぜひあの共通した質問をまず冒頭聞いていきたいと思うんですけれども、えー、サプライチェーンの強靭化のための、まあ メインファクターと言いますか主要な要素っていうのは一体何であると考えられてそしてあのサプライチェーンいろんな形でこうディスラプションといいますかあのまああの危機に直面するわけですけれどもまあそういったことを乗り越えていくために何が必要かその辺りからお話を伺えますでしょうか。 ジンベイさん、ありがとうございます。Uh, 今、私は日本語を勉強しています。で,でも、少しだけです。Uh, 時々、私は経済について話します。でも、経済安全保障は私にとってはとても難しい。ごめんなさい。Uh, こちらの後で英語を話します。すみません。 ジンボ先生の方から3つの主要なトピックについてお話がありましたで、この3つのテーマについて冒頭のコメントの中で触れてほしいということでしたまた英国大使館をご招待いただいたこと我々の視点をお話しする機会を与えていただいたことに感謝しますもう先生がおっしゃったことを繰り返すことは避けたいと思います私はサプライチェーンの強靭化をどのように改善すべきかという視点からお話ししたいと思いますご承知の のようにまたボードさんからもお話があったようにやは,りやはりサプライチェーンのリスクということが今大きな国際的な課題ともなっておりますでパンデミックが始まって以来大きな優先課題ともなっておりますとりわけロシアのウクライナ侵攻によってさらに事態は悪化したと言えるでしょうで初期においてはさまざまな課題が出てきてサプライチェーンにいろいろな圧力がかかっている我々全体としてのインフラにも大きな なプレッシャーかかってるてるでしょう。ただサプライチェーンは全般としてはショックに十分。 頼ることができたと。これは全ての国々にとっても、いかに製品、我々にとって重要な製品の、やはりセキュリティをどう守るのかという課題を新たに突きつけたと言えると思います。やはり、自由風な貿易の流れを止めてはいけない。我々、皆が努力をしなければならないということが、肝に見えてられたのではないでしょうか。英国も国際貿易省の中に、必要な、 部署をつくっております英国としてもデータフローを集め分析をしそして洞察力に富んだアドバイスを行い積極的なモニタリングを,方法を遂行してそしてサプライチェーンのモニタリングを行って日々の意思決定にとってさまざまな対策を取ろうとしております。まずにで市場をファーストと考えている。ですから強靭化というのは やはり、供給の多様化によって、え、形作れるものだと考えております。我々としては、やはり経済の開放性そのものが強靭化につながると考えております。やはり、通絶をした場合には、やはり国家にとって、あるいは経済の安全保障、市民にとっても安全が脅かされるのかどうか、で、重要な供給を、が、最小限保障できるようにするためにはどうしたらいいのか。 迅速な行動を取るべきだと考えておりますそのためには強靭化のためのガイダンスを出しております。市場ファーストの考え方でありますが、我々の戦略的な枠組み4本の柱からなっております。これを組み合わせて、最も介入を少なく済ましつつ、強靭化を 強化ししようとしております4本の柱、供給不法貿易や全世界から調達することによって多様化を進めるということで同盟国やパートナー国との密な関係を築くということ3本目の柱ですけれども戦略的な備蓄を行うということ重要物資については重要インフラについて守るということ4本目の柱ですけれども適切な場合には英国国内における生産を拡大するということです。企業はその意味で 重要な役割を果たします。代償を問わず。 正確な全体像をつかむということ、サプライチェーンの様々な段階について、やはり適切な情報を把握し、そして生産から、また出荷へのリスクを最小限にするということ。そのために英国政府は最近ガイダンスを出しました。様々な組織に対しツールを与えて、よりよくサプライチェーンについて理解をし、将来のショックを管理できるようにするということです。皆様、ご関心のある方は私に後ほど お声をかけていただければと思います。そして二本目、デカプリングそして多角化多様化を進めるということ。 で英国政府としては、今、全世界的な状況を把握しようとしております。強靭化派というのは、一つの国や一つの地域への軸足を置きすぎることだけではなく、多種多様な調達先、調達先を広げるということで、そういう意味では多様化、多角化が必要だと考えております。政府の役割は、市場の果たす機能をほぼ長期的、日政学的な歪曲化の影響から守るということです。そして効果的な効率 的な市場を日本のような有志国そしてインド太平洋の有志国とともに築いていくということです中国も重要な貿易会という国であります英国にとって二国間の貿易ですけども2021年、えー、計140億ポンドほにも上っておりますで我々としては輸出不規制をかけないようにしてきたわけでありますそして重要な医療物資を中国から英国にも出してくれている全世界。 に出してくれております。英国経済から中国を切り離すというのは実り薄いと考えております。建設的なより良い関係を保っていかなければならないと考えております。これは2021年に出した政策の中でも明確に打ち出しております。我々の統合レビューの中で言っているように、我々としては投資のパートナーシップを中国ともまたより広く様々な地域とも保っておきたいということです。ただ強く考えていることは我々。確実 戦略的に依存しすすぎるこことととを避けないということですあるいは技術の移転を強制するとかあるいは知財の摂取などを強制されることがないように我々は質疑の私の質疑の段階でさらに細かく何か聞いていただければお話をより詳しくしたいと思います。日本と英国でアジア派全体においての協力関係を築いていきたいと思います。 日英は共通点が多いと思っておりますやはり国際協力を進めようあまたあ国際的な様々な基準を守っているということです G7 来年日本は議長国を務められるということで日英はあ世界の日の木部隊において共有する価値観利害をもとに広く協力をしていきたいと思っておりますインド太平洋において日英の協力をさらに進めたいと思っております英国にとって重要なのはより緊密な関係をパートナー国とあ アの他のさまざまな地域でも保っておきたいということです。やはり《東洋レビュー》の中でも触れている通りで、皆様もご覧になっていただいたかもしれません。<UK> 英国の価値観、さまざまな機会を捉え,捉えて、日本ともいろいろなパートナーシップを強化したいと思っております。最近のいろいろな取り組みをご紹介したいと思うんですけれども、共同の能力構築をオーストラリアあと今年の初めに発表いたしましたけれども、他の国々他の政府がサ プライチェーンの強靭化ができるように助けていこうということです2021年我々はインド法と貿易高度化派の協定を結びましたまた世界へでも最大の民主主義国と言われているインド法との協力をさらに今年強化していきたいと思っていますそれから CPTPP についても我々立候補しております先ほど触れられた通りであります ASEAN との戦略的なパートナーシップを交渉しそして C. P. T. P. P. にも積極的に関与していきたいと考えております。でも、も時間がなくなってきてると思いますので。ここで、お話をやめて、後ほどご質問にお答えさせていただきたいと思います。はい、あのデイビスさん、時間ありがとうございました。あの話を聞いてると、この地形学研究所の最初のシンポジウムのテーマが。 日本とイギリスというのは、なかなかあのいい選択だったのかなというふうに。あの思っておりまして、最後にデイビスさん時間を述べられた通り。やはり日本とイギリス、結構共通点たくさんあるんだと思います。あの互いが世界的な金融センターであることと。そしてそれぞれのその産業界が。 高付加価値の世界のサプライチェーンを必要としているということと、まあ、そのために海洋国家としてのロジスティックスがもう決定的に重要な意味を持つということで、まあ、日本とイギリスが協力をしていく分野っていうのはあのかなり深いのかなというふうに思っているところです。それではですね次に森本社長にお伺いしたいと思います。あのフロンテオはあの AI ソリューションを専門とする会社でございまして、えー、近年はこのサプライチェーンの,あの AI 分析ということにもあの大変力を入れているあの会社であると伺っているところでございます。森本社長の話楽しみにしております。よろしくお願いします。え、ま紹介いただきましたあのフロンティアの森本です。え、私の方からはあのハイテクを使ったあのオープンソースインテリジェンスシステムを使ってこの経済安全保障に関係するようなあの戦略の構築を支援するといった話をしたいと思います。あの戦略を構築するためにはやはり現状を把握と あの皆さんもお話しされているようにえまず一つは知るべきことはあのサプライチェーンでさらにあのシ,ェルシェアホルダーネットワークですねこれはあのサプライチェーンの中の企業が一体誰,が支配され誰に支配されているのかということを知る必要がありますさらにあの研究者ネットワークですねあの重要なあの技術のディストリビューションはあの研究者同士で行われるということもありますまあこれらを知る必要があるんですけれどもじゃこれ は簡単ではありませんあの今この画面ご覧いただいてまず左側なんですけどもこれはあのサプライあるあの半導体メーカーのサプライチェーンのネットワークです約10万ノードありますであの真ん中にあ,のありますようにチョークポイントがありましてこれはあのえ中国関連の,あの軍事産業の会社にまあ供給しているということになります。これ5時先の あのサ,プサプライトサプライドドあのディスティネーションですねありますとであの左の方はこのシェアホルダーネットワークですこれはあのインフラ企業のシェアホルダーネットワークなんですけどもあのまさにあの西雲のようなあのこの株主ネットワークになってますで中にですねこの赤く示してるのがこれは中国の,あの政府なんですけどもあのこのような数としかもこれだけ離れていてもあの ほぼ実行支配をしてるんです、ね100まあ、こういったことがあるとでこのような複雑なネットワークをこう理解するというのはあの人ではほぼ不可能ですでそこで、えー、我々はあの AI を活用したあのハイテクを使ったこの、えー、ネットワークのです、ね、解析システムというのを開発しましたセーズアナリシスと呼んでますこれからですね 少しあのデモっぽくあの動画をあのお見せしますのであのテスラの例にしたあのサプライチェーンの分析いきます。私のトークは動画に追いつくかどうか心配なんですけども、ちょっと進めます。まずですねこのテスラの名前を入れてですね今あのシステムがあのサプライチェーンを描いてます。でこの一つの円の大きさがそのレイヤーのあの企業の数になります。 で今ですねちょうど左側に今言ってる今一番左側にあるのがテスラでそれから右側に言って1時2時3時というふうにサプライチェーンが構成されています。で今スクロールダウンですねこれからやるんですけどもそこであのフィルタリングをかけれます。例えばあの企業名であるとかあるいはあのそのサプライチェーンのあのレイヤーですねあとあの国別ですさらに あの産業別でもあのスクリーニングしますしあと、ES、サンクションリスト制裁リストや ESG のイシューリスト人権リストあの侵害リストなどで見つけます。で今回はあの半導体の産業に関連するですねえ国あの企業をサプライチェーンから出していきます。でさらにあのえこれからですねあの米国の,サンクションあのエンティティリストでもフィルタリングをしています。 するとですね、SMIC、まあまあ、SM とあのテスラの関係というの,です、ね、あのがまあ簡単にこう出てくるんですけどもえさらにこのもし SMIC がこれリスクだと判断した場合これに対して新たなですね、代替のサプライをや探さないといけませんというところで、えー、一応 AI は UMC を出してきましたこれは TSMC じゃないというか、まあ、つこれ一つポイントなんですけども まあ、エーが判断していると、さらに、ええー、まあ、ゆゆみちゃんはまあ問題ないはずなんですけども。一応、これが、えー、例えば、中国政府からの支配がないかどうかというのを確認するために。このシェアホルダーネットワークの、おお、ああ、解析のファンクションを使います。で、ええー、ユをですね、見ていますと、えー、ほぼですね、ゼロパーセントの。あの、支配力ということがわかります。で、加えて、合わせてです、ね、今の、これ出てきているのは。 あのえー、リサーチャーのです、ね、研究者のネットワークですあの自動運転に関するんですねでこれを、えー、さらにこうテスラに関係するあの論文のです、ね、解析リサーチャーであの分析しますと約です、ね、11の、えー、企業とあとあの、えー、大学が出てきますさらにこれを US のサンクションリストで、えー、フィルタリングをかけ,かけます。すると あのテスラがですねユースバークレーを通じて、えー、この北京理工大学との、えー、まあ協調関係があるということが分かっています。でこのようにですねあの見ていますと、えー、まあテスラでさえもあのまあ我々は一般的にリスクだと感じるようなあのつながりっていうのがですね出てくるんですね。ただしこれは 簡単にこれを見ただけでリスクというわけではありません。実際にはそのつながりの中身を見ていく必要があるんですけども、少なくとも世界は簡単に理解できるようなそのネットワークになっていないということがわかります。ですのでですね、あのまあ我々のリコメンデーションとしましては、やはりあの人間が見ていく世界というのはやっぱり限界があって。 えその世界をですねあの間違って理解してしまう可能性もありますし知らないこともあるといったことですのでやはりあのえ今後はですねあのこのハイテクを使ったオープンソースインテリジェンスを活用し世界を知っていくといった機能を持つ必要がありますしこれはまあまあ我々の考えなんですけどもできればこれは政府が持って この強靭なですねサプライチェーンを作っていくということに関するリードを行うべきだというふうに考えています。以上になります。はい、あの森本社長本当に目の覚めるようなこのサプライチェーンの AI 解析の実例を見せていただきました。あの。 これれだけサプライチェーンが複雑に形成されて、えー、本当に今まで1時から7時8時といったあのところまでの,その子会社がさらにあの下に下ろしてというような関係性が世界中で形成されると一体もうどこにリスクが潜んでいるのかということも分かりづらいしどこにチョークポイントがあるのか,かということも まさに人間の作業ではわからないことを AI によってこう解析していくという新しいサプライチェーン解析の試みがあのなされているということに大変感銘を受けましたまたちょっと後ほどいろいろ質問をさせていただければと思っておりますであの冒頭発言の最後相良さんにお願いしたいと思うんですけれども相良さんはあの過去数年間まさにこうパンデミックコロナ対策や まあ健康安全保障といった視点から、世界のリスクというものを分析されてきたと思います。あのロバート・ウォードさんの話の中でも、サプライチェーンリスクの確か2番目にパンデミックというものが挙げられていて、まさに佐良さんの研究領域とサプライチェーンの強靭化、えー、密接に関わる領域になってきたというふうに思いいまます佐さんどのののようにこれれれでで問題見ておおられるか願きばと思います。 はいご紹介ありがとうございました地形学研究所で主任研究員を務めております佐良と申しますあの今あのご紹介ありました通り経済安全保障とですねあともう一つ健康安全保障というまあ二つの安全保障をまあ主にですねあの研究をしておるんですけれどもまさにこの健康医療領域の経済安全保障ということでですね今回のコビットナインティーンで明らかになったことは このワクチンですとか医薬品のサプライチェーンが国民の命と健康に直接影響をもたらすということであったというふうに思います。でまあ、のまずはマスクですとか、まあ、医療用ガウンといった個人防護具ですねパーソナルプロテクティブエキイプメントといいますけれども、まあ、こういったものの供給が困難になりましたしその次はです、ね、このワクチンがです、ね、ヨーロッパから届かない。 ヨーロッパの EU の輸出規制に阻まれて日本が契約をして確保していたはずのものが届かないといったサプライチェーンの脆弱性というのが明らかになったと。でまあ、こういった事態を踏まえてですね、まあ、岸田政権が 今推進をしております経済安全保障においてこのサプライチェーンの強靭化を進めていくということで5月に法制を制定したということでございます。であのこれからのロードマップとしてはですね日本政府はまず重要技術が何なのかとあるいは重要物資が何なのかといったものを特定をしていくというふうに承知をしておりましてその特定重要物資と。 いうものに関係するう支援策というのをですね省庁、まあ、ごとに、えー、出していくということになっているわけですけれどもこれただですねあのグローバルサプライチェーンこれはのまさに今日ご参加の皆様方の方がまあよくご存知の通りですね、まあ、非常に複雑化をしておりまして、えーまあ、強靭化と一言に言ってもですね、まあ、非常に難しいとで環境を激変しておりましてこれについての経済産業省がですね、えー、ボストンコンサルティンググループと最近 まあこのグローバルサプライチェーンについての研究というのを行っておりまして、まあ、例えばその消費者のニーズがですね、まあ、移ろいやすくなっておりプロダクトライフサイクルが短くなっているとあとは人権やグリーン気候変動などにも配慮する必要があると。 でその上にパンデミックは自然災害米中対立ロシアによるウクライナ侵略など地形学上のリスクが拡大をしているということでまあ、サプライチェーンが複雑化し不安定化しているという現状があろうかというふうに思いますそれではその経済安全保障のためにですねサプライチェーンの強靭化を進めていくというところでま何が必要かということであの私はあの2つあると思っておりまして一つはですねまずは 日本にとって重要な物資と技術をターゲティングをするというところがまずは重要かというふうに考えておりますでこれはのターゲティングではです、ね、あのアメリカと EU が先行しておりますでこれのアメリカではです、ね、これあの2021年の2月にホワイトハウスが大統領令を発出いたしまして半導体医薬品レアースそしてまあ電気自動車 EV のバッテリーについて までは、まあ、このあとま100日以内のレポートということであのこのレポートもですねあのよく知られているかと思うんですけれども実は日本であまりあの注目されていないのがあの今年の2月の24日なんですけれども実はあの大統領令の発出から1年でホワイトハウスがですね包括的なサプライチェーン強化策っていうのを実は発表しております。でここでエネルギー 食料運輸公衆衛衛生 ICT そして防衛ですねこれらの6分野について実は閣僚かはですねかなりあの強力なあのサプライチェーンサプライチェーンを強化するための戦略っていうのを発表されているんですけれどもこれは幾分発表されたのがですね、まあ、2月の24日ということであの実はあのロシアの、まあ、ウクライナ侵略に重なっていたと。 ということでですねあの国内でもなかなかあの注目を集めていなかったんですけれどもあのこれまあ見るとかなりいろいろ面白いことが書いてあると同時に、えー、まあやっぱりこう品目ののターゲティングいいうのもかなりやっています、まあ、脆弱性がどこか、まあ、アメリカにとっての脆弱性がどこかとかですね、まあ、そういったレビューもあのされているんですけれども例えばこの医薬品についてはですね、えー、まああのここでのレポートっていうのを踏まえて、えー、これはあの今年の5月ですけれども エッセンシャルメディスンといったようなリストというのもアメリカとしては出してきているとで、まあ、そういった動きがある中でじゃあ日本はどうするのかというところがやはり重要かなというふうに思います。まあ、半導体医薬品などなどどあってもです、ね、やはりその日本ととアメリカと イギリスと EU おそらく必要な品目っていうのは必ず異なるはずなんですね。でこのまさにエッセンシャルメディスンを見てもですね、実はあの日本は2019年から厚労省がですね、この安定確保が必要な医療費医療用医薬品のリストアップっていうのを進めておりました。これあのコロナ前から進めていたとまあいうのが非常に興味深いんですけれども、これあの実はあのある抗菌薬ですね、アンテ,ィバイオティックの 有効成分があ、まあ、中国とイタリアで製造されていたんですけれども、まあ、ここに品質不良があったということで実はグローバルにこのアンティバイオティックの 供給が途絶えかねないといったリスクが高まった事案が2019年にありましてそれを踏まえて厚労省がですね、業界団体ですとか専門家とともに体系的なターゲティングを進めたというところでございますあのこういった事実はあまり知られていないかと思いますけれどもこの政府と企業がですね、まさにこう同じ目線を持ってこれは危ないよねと いうところで視点を合わせたという意味では非常に興味深い事例かなというふうに思いますこういったグッドプラクティスを積み重ねていくというのがまずは一つこれはあの物資のみならず技術についてもですねあの具体的にターゲティングをしていくというのが一つ目ですね 2つ目は政府と民間がです、ね、ホール・オブ・ネーションで連携を深めていくということが非常に重要かというふうに思います。あの経済安全保障ですと、まあ、こう政府が企業に無理な要求をしてです、ねまあ、企業はこう負担が増えるといったあのゼロサムゲームのようなイメージもあろうかと思いますけれどもこういったものをまずは変えていってです、ね、政府と企業でどこを目指すのかというビジョンをまずは共有するというのが必要かと思います。 でこの医薬品の場合は、ですねこの医薬品が国民の命と健康を守るとで強靭なサプライチェーンが国民の命を救うといったところは、ね、かなりわかりやすい形で政府と民間で共有できるというところがですねあの大きいところかと思っておりまして、まあ、実際に今回のコロナ禍を見てもですね、えー、これはあの企業に莫大なベネフィットをもたらす可能性があるというのを示したのがですねあのこのワクチンであったろうというふうに思います。 あのファイザーのメッセンジャー r n a ワクチンですけれどもこれはあの2021年に世界で最も売れた医薬品となっておりまして公表されている数字ですと売り上げが4兆円を超えるという規模です。 でこれただしそのまあ,あらりがどれくらいだったのかっていうのはまあん出ていないんですけれどもこれあの重要なことはですねあのまあビッグファーマってかつてはあの批判の対象を受けることもあったんですけれども,もう今回全く製薬企業のブランドイメージっていうのは刷新されたというふうに思います。かつあのまあ各国政府ののリーダーーダをはじめネットワークも強くなりりましたした何よりその次の R&D のための経験とですねバジェットを確保したというところであの実はファイザーは今、まあ、ファイザーだけではないですけれどものの COVID とインフルエンザの両方に効果があるようなワクチンの開発っていうのも着実に進めているというような状況がグローバルにあると。 言ったところでです、ね、これその日本としてもそのサプライチェーンの中でやっぱりそのエンドトゥエンドで,です、ね、こうサプライチェーンをまずは可視化してです、ねえー、まあ原料や部品からあまあ腕に打つまでのを可視化をして、まあ、強みが何かと言ったところで,です、ねえー、まずは強みを見定めるとその上でまあイギリスですとかアメリカですとか同盟国同志国とも連携をしながらです、ね、そういった強みを磨いていくといったのが必要かなというふうに思います。 はい、あの相良さんあの、ありがとうございましたあの、包括的なこのサプライチェーンの、えー、分析の紹介から、医薬品、えー、医療という世界のに沿った形で、一体何が、えー、リスクなのかということを中心にお話しいただきました、あのここからですね、ちょっと一問ずつ皆さんにあの質問をしていきたいと思っています。 でまずあの森本社長の大変興味深いあのプレゼンに沿った形でちょっとお伺いしたいんですけれどもあの私が理解したところによるとこの AI 解析の例の製図アナリシスによってサプライチェーンの奥深くまで分析をすることによって特定のリスクというものを導き出してそして企業に対してあのリス ソリューションみたいいなものをこう提供していくとでそのソリューションの提供の仕方もやはりこの AI をこう使っていくということを理解したんですけれどもおそらくですねあの想像するにあのどんなそのソリューションメカニズムを使ってもなかなか代替が難しいという案件もたくさんあるのではないか例えば代替化は非常にコストが大きすぎるとかあるいはその特定の、えー、素材とか 部品とか含めてですねそもそも代替が不可能なものというものもあ,のあるのではないかとその AI 解析によって必ずしもソリューションに至らないことっていうのはあるんでしょうかというようなこととあとその事前にあのお送りした質問の中ではこの2時3時4時とこう奥深く入っていく中で一体どの辺りまでをやはりリスクと捉えた方がいいというふうにお考えなのかその辺りお伺いできますでしょうか あ,ありがとうございますあのやはりですねあもうあの AI は完全じゃないので,で我々もあのファクトを知って分かる範囲のファクトでしか見ていませんのでもちろんできないことはあります。であのそういった場合には、あの もう AI を超えたあの人の知恵でですね新たなそのソリューションを探したしかないというのがまあ,あのすごいあの簡単なあの結論になってしまうんですけどもえ味気のない質問な結論になりましたけどもあのえいずれにしてもあのやはりあのえサプライチェーンを見ていくことをまずそもそもまず今見えてないことが問題でまずまず見ることが大事だと思います。 があのまあ何時まで見ればいいかとかいうことに関しては非常にあの、えーまあ、難しいというかですねあまり私はあまり意味がない質問だなあ質問というか考えだと思ってましてやはりあの、えっと、いかにこのカバレッジを上げて、えー、できるだけやはりリスクを早く見つけ出すということが重要で、まあ、そ,ういうたそのためにあの,あのハイテクを使ったこのような AI を使ったあのオープンソースインテリージソリューションが必要だと思います。で一方こういうい技術をを使ってて世界を見てみますと あの先ほどもあのデイビスさんお話しされている世界はやはりあの綺麗にデカップリングされてないんですね。明確にあのそういうわけではないです。やはりあのあるプロダクトとかあるテクノロジーとか。 あるイシューですねあの環境問題とかに関しては協力し合うですけどもそうでない時にはあの、まあ、コンピュートしたりデカップリングしたりとかっていうことを行っているという、まあ、非常にこのあのよくあの考えられたというかあのスマートなディッシューションがですねもう実際にこう導入されているということを考えると、まあ、少なくともこの、えー、インテリジェンスということをしっかりと、まあ、特に我が国なんですけども有機はかなり進んでいると思いますけどもあの 我が国によってはさらにこの、えー、ハイテクを使ってその能力を上げて、えー、正しい戦略をあの立てていく、えー、特にこの分野に関してはあの政府がやはり力を入れていくべきだと思ってるんですねあのやっぱりサプライチェーンはあのどうしてもあの企業がやるとあの安くていいものって当然求めていきますで安くていいものがあの正しい行いによって行われたものであればいいんですけども例えばあの不当労働であるとかあるいはあ,の、えー、ある派遣 国家の強い意志によって行われているということがあるリスクがあると考えるとやはり政府もインボルブしてサプライチェーンの強化をリードしていく例えば M&A も重要な我々のこのシステムで見るとサプライチェーンの中にチョークポイントも分かるんですね。チョークポイントが本当に強靭なのかどうかっていうのを確認した時に場合によってはそこ経済合理性だけじゃない。 安全保障を見据えた投資 M&A などもし実施していくなどの施策もです、ね、考えられるのではないかと思いますし、まあ、そういうことを考える上でもあの基礎となるあのあのインテリジェンス機能というのはまあ必要だとこのよううに考えていいいまますはい、ありがとうございました、えー、最後に相良さんお伺いしたいんですけれどもこの医薬品 のサプライチェーン、まあ、今回、あのパンデミックが起きて、えー、まさにこのリスクというものを再評価しなければいけないということだと思うんですけれども、やはりその時に問題になったのは、この、えー、いわゆるこう有効成分、API ですよね、でその、まあ、原薬とかも含めてなんですけれども、えー、中国への依存があの著しいと。 えこう薬を調達するにも新しい配合を考えるにあたってもですねえ特定の国への依存というものが医薬品のサプライチェーンを考える時にもまあ大変重要なポイントになるだろうというふうに思いますま。だからこそあのバイデン大統領がまずあの4分野のサプライチェーンの中に医薬品を含めたということの意味はまあかなり深いところにあるんだろうというふうに思うんですけれどもまあ相良さんはこの問題ど,ど,う,どういうふうに 今後、政策展開をしていけばいいか、まあ、さらにリスクを考える際に中国があの先ほどのウォードさんのご発言にもあったようにまさにこの総合依存をウェポナイズするような状況で医薬品さえもこのウェポナイズの一部としてこれから使ってくるということを考えながらサプライチェーンの強靭化を考える必要というのはあるのかそのあたりいかがでしょうか。 はい、ありがとうございます。あのまさに今お話しあった通りですね、この医薬品についてはまず原料ですねローマテリアルズあるいはこの原薬 API と言いますけれどもアクティブ・ファーマスーティカル・イングリディエント というもものですけれども要はその有効成分についてはあの、まあ、中国とあとインドにですね、まあ、かなり依存しているということがもうすでに明らかになっていますあの、まあ、これはあのお調達のコストであったりとかですねまさにそういった問題はあるんですけれどもあのこれ実はの製薬業界のサプライチェーンと本当にこれもグローバル化して複雑化しているというところがありまして、えー、実はまあ一つ止めてもですねあまり影響がないかもしれない。ただあの楽観視すべきでは はないと思っておりまして、あのおそらくその公開情報を集めて、えー、まあまさにエンドツーエンドのサプライチェーンでどこにバルンナービリティがあるかっていうのを中国はもうすでにあの抑えている可能性はあるんでですね、まあそこはあの常にあの備えていくべきだろうなというふうには思います。で、えー、ただですねこのまあ実はあのこの医薬品の業界でまあこの API とこの原料の話とはよく知られているようになってきているんですけれどもあのワクチンの話でいくとですね実は全く違った景色が広がっておりましてあの、まあ、日本はですね実は技術協力を得て まあイギリスのオックスフォード・アストラゼネカとあとはノババックスというワクチンを実は国内で生産をしておりますで、まあ、こういった製薬企業の方々にお話を聞くとですねあのそこで、まあ、中国何か困ったことありましたかって聞くとですね、まあ、ちょっと思いつかないというふうに言われるんですけれどもあの、まあ、これパッと言われるのはですねフィルターがなくなったっていうのはですねよく言われるんですね。でこれ特にそのフィルターはですねアメリカ産なんですね。 でもう本当にこのワクチンをろ過するためのフィルターっていうのが本当に奪い合いになって困ったという話をよく聞きます。という理由は大きく2つありまして1つはまずアメリカ自体がオペレーションワープスピードっていう形で,です、ね、ワクチンの製造の部品や材料っていうのを囲い込んだっていうのが1つともう1つはグローバルにですね日本のみならずヨーロッパでも 生産をするためにそういった部品の囲い込みっていうのが起きたということで実はその同盟国同志国との間にもですねあの経済安全保障の問題についてはですねまあが必要だとあのなんとなく医薬品半導体連携していきましょうというだけではなくってですね実は日米同盟の中でも例えばアライアンスマネジメントの中でですね あるいはホワイトハウスが実はあのこういう技術を伸ばしていきたいっていうものを見ると日本がが強いいい技術とかっていうのが入っててうの入るんです果たしてこれはどういうことだろうかとそのアメリカが自分で伸ばしていくんですかそれともその日本が強いので一緒にやっていきましょうということなのかとかですねまさにそういった品目を見てまさにその中国の API 減量以外にもですねあのまさにこうディテールを見て議論していくっていうのが必要じゃないかなというふうに思います。 はいあのまあ、皆さんの話を聞いていてこのマーケットの構造がまさにこのオプティマムな生産拠点をどのように組み上げるかということを超えて やはり信頼ある相手とどのようにこう組み上げていくのかという信頼という側面がいかにこう重視されてきているのかなということを改めて感じた次第です。まあ、あの本日はあのデービス参事官森本社長相良さんからあの異なる領域視点国からということではあったんですけれどもやはりこのサプライチェーンの強靭化という概念におきましてはいかにこれが重要かということが強のんに 強調されたように思いますまだまだ実は他の国とか他の産業とかいうところで同じテーマで話していただくとさらに多くの論点が 解明できるのではないかというふうに思いましてこれこそはまさに地形学研究所が徐々にこう明らかにして皆さんに分析を提供していく立場にあるのではないかというふうに思いますので今回のセッションはそのスタートという形で位置づけてさらに議論を深めていけたらというふうに思っております本日は貴重な知見を提供いただきました3名のパネリストの皆さん本当にありがとうございました大きな握手をしていただければと思いますどうもありがとうございました